菅野さん、今日の敗因はあなたです。取れる打者、打ち取れる打者をしっかり打ち取る。ベース板をもっと広く使う。やっぱり球威が落ちてきて、やっぱりそういうことができないと、前みたいに勝てないと思うし、インコースに投げる恐怖心あると思うけど、そこをやっていかないと、やっぱり昔みたいに勝てないし、モデルチェンジをしていかないと僕はいけないと思う。船場様やロペスが今日頑張ってくれてたけど、非常になんか情けないというかね、菅野さんはまだまだできると思うし、もっと、モデルチェンジというか、もっと大胆にピッチングしていってほしいなと思う。なんか縮こまってる。ベースの半分しか使ってない。うん、それだとやっぱコントロールミスも起きる。そこは自分でも分かってると思うけど、そこをしっかりやってほしい。はい、てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。はい、このチャンネルはですね、元ジャイアンツの選手だった僕、小山翔平が、ジャイアンツ情報を中心に発信しているチャンネルになります。はい、まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、そんな感じでね、今日、先ほど終わりました、ジャイアンツ対タイガースの試合解説をちょっとやっていこうかなというふうに思います。はい、まあ結論から言いますとね、まあ7対6でタイガースが勝ったという試合なんですけども、まあ冒頭でもお伝えしたように、やはり先発ピッチャーの菅野さんっていうところがしっかり粘れないと、やっぱこういう試合、終盤非常に点を取っていきましたけども、やっぱり追いつけない。うん。一度も追い越せずに、やっぱり負けてしまう。こういうことが起きてしまうのでね。やはり先発ピッチャーが試合の勝敗を大きく占めるというところはね、もう、皆さんももう分かってると思いますので、そこを、しっかり先発ピッチャー、まあ一週間に一回ぐらいですから投げるの、そこを責務をしっかり果たしていく。対策をしていく。イメージをしていく。実行する。そこをね、しっかり、菅野さんにはもう一度僕は頑張ってもらいたいなというふうに思いますし、まだまだ能力ありますし、ストレート消さないでいいと思いますし、まあ確かに、ストレートの球威は落ちてきてますけども、やはりストレートを使っていく、ストレート系をやっぱ見せていく、まあストレートだったりカットもいいけども、やっぱり同じ球速差ですので、スライダー狙いでもカットボールは打てるだろうし、カットボール狙いでもスライダー打てるというところで、球速がやはり少ない。緩急がない。ベースを、半分しか使えてないっていうところがあるので、そこをもう一度見つめ直す。もうね、同じ失敗は何度も繰り返してほしくないというふうに僕は思っております。はい、そんな感じでね、まず、はじめに、どういった得点シーンをちょっと振り返っていきまして、で、こっからが大事なんですけども、右側で、僕なりの視点でね、気になったところを時系列で、書き出してますんで、それを、僕が、一個一個説明していきたいと思います。はい、ハイライトだけで、まあ試合を見るのもいいんですけども、こういう風に、なかなか YouTuber でね、こうやって一試合一試合、元プロの選手が、解説してるっていう動画は、僕が知る限りはいないと思う。僕以外はいないと思うので、ぜひね、野球を、もっと詳しく知りたいで、知りたいと思ってる方であったりとか、まあ、大のジャイアンツファンであったりとか、まあ、今日だったらタイガースのファンの方が見ても、面白いと思いますし、アマチュアの野球でね、野球部であったりとか、そういうところで頑張ってる、少年少女たちも、こういう試合の解説の動画を見てくださると、野球というものがより深く分かると思いますので、まあ、選手であったりとか、指導者の方もぜひ見てみてください。はい、そんな感じで、まず得点シーンをパッと、さらっとね、おさらいしていきます。まず1回表に、ワンアウト1、2塁から大山選手のセンター前。まあ、大山選手には、菅野さんよく打たれてますね。はい、で、先制点を浴びますと。で、2回表に、2アウト1、2塁で、中野選手に、ライド前を打たれまして、またも2点を追加されます。で、3回表にも、2アウト1、3塁から、ピッチャーの西、純也選手にね、センター前打たれて1点と。で、2アウト2、3、1、2塁から、近本選手に3塁打を放たれて、2点を追加で、この回一挙3点と取られますと。で、この3回までで5点を、先制というかね、得点されますと。
で、4回裏に、ジャイアンツの反撃で、2アウト1塁から、長野選手が、ツーランホームラン、センターの横、左側にホームランを放ちまして、2点を、返しますと。で、6回裏、ワンアウト1塁から、岡本選手、非常に絶好調ですね。岡本選手が、どでかいホームランを打ちまして、2点を返しました。で、この時点で、5対、4というところで、非常にいい、もしかしたらジャイアンツが勝つんじゃないかなっていう雰囲気があったんですけども、この8回、表にね、ワンアウト1塁から森下選手の、ツーランホームラン。ここはでかかったですね、ツーランホームラン。で、7点目。で、8回裏、ノーアウト1、3塁から秋広選手が苦手の、左ピッチャーから、レフト前のタイムリーを放ちまして1点。で、ツーアウト1、2塁から岡本選手が、初球をね、まあ、めちゃめちゃ状態いいのでね、左中間にこう、二塁打放ちまして1点。で、ホームでクロスプレイになって、はじめ判定はセーフというところだったんですけども、リプレイ検証でアウトになりまして、同点だったところから、1点差、6点という風になりまして、1点差で、結局ね、最後岩崎投手に、締められて、負けてしまったという、いうような試合になるんですけども、まあ今、パッと聞いただけでもわかると思うんですけども、やはりこの、1,2,3 回までに毎回得点されてるっていうところがもう今日の敗因です。はい。まあ冒頭でも言いましたけども、やはり菅野さんの出来っていうところが、非常に、後半重くのしかかってるっていうのが、もう今聞いただけでもわかると思いますから、やはりね、あの先発ピッチャーの締める、割合っていうのは大きいというふうに思います。ではね、こっからが重要ですよ、この動画ね。こっからが重要です。はい、右側でね、僕なりの視点で、気になったことであったりとか、ポイント。僕なりの視点なんでね、もしかしたら、報知の新聞であったりとか、ニュースであったりとか、ネットニュースには出てないかもしれないですけども、元プロの、一応キャッチャー出身の僕なりの視点で、気になったところを、時系列的に振り返っていきます。はい。まず1回表ね。先頭なんですけども、近本選手ね。まあ1番、2番、近本、中野が、いやらしいというかね。ここは絶対抑えないといけないというふうに僕ずっと口酸っぱく言ってましたけども、近本選手がね、非常にレフトの後方に、フライを、打つんですけども、ここをね、秋広選手がね、非常にナイスプレー。試合の初回のね、一番バッターですから、やはり試合にちゃんと入り込めてないと、いいプレーはできないんですけども、ここでね、しっかりとファインプレーをしたっていうのはね、非常に大きかったと思います。逆に言うとですね、このプレーをしてもらったにもかかわらず、点を取られてるっていうところはね、非常に菅野さんはちょっと厳しいかなというふうに思いました。で、ここですね。ここもね、意外とみんな、というかね、見落としがちなんですけども、ワンアウト一塁というところで、森下選手が、ショートゴロ、三遊間寄りのショートゴロを放ったんですけども、一塁ランナーのね、中野選手がね、非常にね、やっぱり、盗塁だけではなくてね、こういう走塁ね、をしっかりしてまして、坂本選手がうまく取って二塁に送球したんですけども、二塁がセーフという風になりまして、まあ内野安打という形になりました。で、こういうね、ちょっとしたことがね、得点につながっていくっていうのがね、野球ではありますんでね。こういう一つの走塁であったりとか、一つの駆け抜けの、ちょっとした最後の一歩抜くか抜かないかみたいなところで、大きく勝負の勝敗っていうのはつきますんでね。ここは、非常にね、中野選手、いい走塁だったというふうに思います。で、ここも大きかったですね。ワンアウト1、2塁から、佐藤選手が、ファーストゴロを打って、ファーストが2塁へ転送して、ゲッツーを取ろうとするんですけども、坂本選手の送球が少しだけ逸れてしまって、菅野さんが取れなかった、まあ、菅野さん取れたと思うんですけども、なんかこう、後ろに逸れてたんですけども、ここをね、吉川選手がね、セカンドの吉川選手が、きちっとね、ベースカバーに入る、菅野さんの後ろに バックアップを回っててね、ここをね、しっかりナイスカバーリングできたので、ここはね、非常にね、もしかしたら、なんか、見過ごされてるかもしれないんですけども、ここっていうのはね、非常にナイスカバーでしたし、もしかしたら角度が変わって、ちょっと違う位置にいたりしたら、カメラマン席なんかに入って、無条件でね、一塁ランナーが二塁に行くみたいなこともありますんでね、しっかりここ、こういうカバーリングであったりとか、先ほどの、中野選手の最後まで走り抜けるですとか、そういう細かいところが、やはりプロ
の、まあ、均衡してる、ある程度均衡してる中でやっていくわけですから、こういうところが勝敗に大きく、差がつくというところですね。はい、次3回表なんですけども、まあ、ワンアウト2塁という場面で、菅野選手、菅野投手はね、梅野さんに、デッドボールを当ててしまうんですけども、これも非常にもったいなかったですね。やはりね、まあ、ノイジー選手にツーベース打たれたりとか、するのはまあ仕方ないところもあるんですけども、やはり、まあ、下位打線ですし、取れる打者で取らないといけないというかね。やはり、近本選手、中野選手、大山選手を抑えろって言うとね、やはり、神経も使うし、難しいと思うんですけども、やはり、下位打線であったりとかね、やはりしっかり取れるバッターっていうのはアウトを取れるという意味ですね。アウトを取れる打者をしっかりと、抑えていかないと、やはり不利な場面にはなっていきますよね。で、特にまあ、打たれてしまう、たまにそらな、打たれてしまうこともあるんですけども、こういうね、死球、デッドボールであったりとか、フォアボールみたいなことを、なんて言うんだろう、確率が高くね、打ち取れる打者に出してしまうと、やはり繋がれて点を取られてしまうっていうのがね、あるのでね。実際に3回表もね、こうやって3点と、まあ、降板して、その後の、投手が取られてるわけですけども、結局3点取られてるっていうのもあるんで、このフォアボールというか、この死球が、あったからというふうに思います。で、まあ、菅野投手が交代するんですけれども、ここでね、中田選手をファーストに入れて、ファーストであった岡本選手を三塁にやったっていうのは、僕はね、原監督はいい判断だったかなというふうに思います。というのも、やはり西純也選手のね、今日の投球内容なんかを見てると、なかなかヒットは出ないというふうに思いますし、なかなか点は取れないなというふうに僕も感じてました。そういうところで、まあ、菅野選手を交代する、タイミングでね、中田選手をファーストに入れて、ファーストの、岡本選手をサードに入れるという作戦というかね、この交代というところは、少しでも得点の、割合、確率を上げるという意味でね、僕は非常に、まあ、思い切ったというか、まあ、普通なんですけども、うん、それぐらいやらないと、やっぱり点は取れないよというふうに原監督も判断してたんじゃないかなというふうに思います。で、これですね。はい、次、5回表なんですけども、先頭の、ノイジー、選手が、ライトオーバーの打球を打つんですけども、そこをね、シングルヒットに抑えたっていうところが非常に大きかったと思います。はい、ここで二塁打なんかやられるとね、バントで送られてとかなるんですけども、非常にね、ここでシングルヒットに抑えれたというのは非常に良かったと思います。まあ、言うの遅れましたけども、この回からちょっとジャイアンツに流れが来たような感じはあるんですよ。で、このワンアウト1、2塁から西選手がバントを失敗して3塁でアウト取ったりとかね。そういうところがありまして、やはりね、で、その後も近本選手を抑えたりとかね。そういうところがあったんでね、この5回表を機にジャイアンツに流れが来たなっていう感じは僕を見ててしましたんで。で、実際ね、5回表の後っていうのは、6回裏とかに点取ってますから、非常にね、やはり野球というのは流れのスポーツですから、そういう流れみたいな、相手のミスに敏感に、まあ、なんていう、反応するというかね、相手のミスであったりとか、この流れに敏感になるっていうのは、非常に、野球を見る上でも、野球をやる上でも、非常に大切だなというふうに思います。で、6回裏なんですけども、ここをね、ちょっと僕は、言いたいんですけども、ワンアウトから大城さんが3ボール2ストライクから、セカンドゴロを打つんですけども、これが結構大きかったなというふうに思います。というのも、その前の、バッターである岡本選手はね、ホームランを打ってるんですけども、うん、ホームラン打ってるんですけども、やはりね、ホームランを打った後に、すぐにアウトになってしまうっていうのは、意外と流れがまだこっちに、ホームラン打った側に来ないっていうのがあるんですよ。で、もしここ、まあ、3ボール2ストライクまで行ったんですけども、ここでもしかしたら、フォアボールを取れてたりとか、もしかしたらヒットなんか出てたら、もう完璧にね、流れがぐーってこっちに、ジャイアンツ側にぐーって来るんですけども、ここでね、まあ、別に、セカンドゴロを打った大城選手を、攻めてるわけではないんですけども、フォアボールでもいいからね、ここ取っとけば、もしかしたらチャンスが、もう一回あったのかな、逆転できるチャンスがあったのかなというふうに思いますし、ここがね、僕結構でかかったと思いますね。3ボール2ストライクまではいけたんでいいんですけども、ここで出るか出ないか。別にフォアボールであろうが、ヒットであろうが、別に出れたら何でもいいんですけども、僕はここが、ね、結構でかかったなというふうに思います。で、これね、次8回表ね。
まあ、ワンアウトから、中野選手に、ヒットを打たれるんですけども、まあ、ここはね、高梨投手が投げてて、まあ、次のバッターに、森下にツーランを打たれるんですけども、やはり高梨さんっていうのは、まあ、左を抑えるためというかね、左をしっかり切るために、送り出されてるみたいなところありますから、ここで中野選手にヒットを打たれてしまうと、非常に、やはり役目が何なんだというふうに思いますし、実際次のバッターに、まあ、右バッターですけども、森下選手はね。でもそこにホームラン打たれてるっていうところで、非常にね、この中野選手をどうにか抑えてたら、それがソロホームランだったかもしれないし、って考えると、しっかり自分の役目を全うするというかね、いつもね、左バッターを絶対抑えれるっていうわけではないんですけども、まあ、高梨さん自身も分かってると思うんですけども、そんなことは。なんですけども、そこをね、できたかできてないかっていうところが非常に大きかったんじゃないかなっていうふうに思います。でね、はい、これ8回裏、なんですけども、僕これはね、非常に良かったと思ってます、この攻撃ね。8回裏は2点取ったのかな ?2 点取ったんですけども、まあ、先頭の吉川選手はね、最近ね、いい粘りを見せてくれてましてね、まあその初球から狙いに行く時もありますけども、やはり2ストライク追い込まれてからね、球を引きつけて、ファール打ったりとか、ボール球を見逃したりみたいなことを、すごくね、意識しておそらくやってると思います。で、結局これもね、3-2 まで行ったのかな ?3-2 まで行って、ファーボール選びましたと。で、ここで、この次のバッターのノーアウト1塁で中山選手だったんですけども、中山選手もね、非常にね、意図が見える打席でしたね。というのも、やはりね、ランナーが1塁にいる場合っていうのは、特に、左バッターで言うと引っ張りたいんですよ。というのも、なぜ引っ張りたいかというと、ファーストがね、ついてるじゃないですか、一塁に。っていうことは、一、二塁間が大きく開くわけですよ。で、そこで一塁、二塁間を打つと、ランナーが進みやすい。うん。もしかしたら一気にね、一、三塁みたいな場面を作れる可能性が非常に高いので、まあ、よくね、走者の、背中側に打球を打てとかよく言うんですけども、それは、野球っていうのはこう、左回り、反時計回りに進んでいきますから、逆に、右側に打球を打つと、ランナーは進みやすいという特性がありますので、ここでね、中山選手っていうのは、引っ張れるボール、中山選手で言うと、右方向、ライト方向に引っ張れるボールというのを待ってたと思います。というのも、2球目のスライダー、外のスライダーだったんですけども、しっかりそこをね、見極めて、次の、甘めのボールを、引っ張りに行けたっていうところはね、非常に中野選手、良かったと思いますし、実際にね、これでノーアウト1、3塁を作れてるわけですから、非常にその狙い通りで行けてますし、そういうバッティングっていうのはね、非常にね、いいと思いますし、僕はね、中野選手を今日評価したいと思います。で、その後にね、秋広選手が、苦手な左ピッチャーから、タイムリーも打ちましたし、ピッチャー変わったところで、岡本選手は初球ね、まあ、絶好調ですから、そこで振り抜いてね、左中間に二塁打というところで、まあ、非常にこう、ホームでアウトになってしまったんですけども、そこもね、やはり、阪神の、地型というかね、まあ、底力ではないんですけども、まあ、地型ですね、力あるなというふうに思いました。というのも、中継プレーで一度もね、ミスが起きずに、まあ、ジャックルというかね、こういう持ち替えなどもなくて、しっかり、ホームに送球してね、間一発アウトを取れてるっていうところはね、その阪神の守備力の高さであったりとか、今こういうね、すごくね、試合もう終盤戦に入ってきてますけども、やはり1位にいるっていうところはそういうところに理由があるというふうに思いますし、まあ当たり前のことをしっかり当たり前にできてるっていうところが、やはり強いチームの秘訣だと思うので、非常にね、レベルの高い、中継プレイだったなというふうに思います。はい、そんな感じでね、やっていきましたけども、ジャイアンツにはね、結構ね、まだ僕言ってませんけど、非常にこう、ネガティブな、ニュースがありましてね、まあ、ショートの坂本さんね、途中交代、まあ、先ほど中山選手のバッティング言いましたけども、まあ、坂本選手がね、まあ、動画なんかをこう、ネットに、ツイッターであったりとか、そういうところで見てるとね、この間痛めた右太もも裏のことをちょっとこう気にしてる、様子があったりとかするので、もしかしたら明日の試合出れ
ないというかね、出ない可能性もありますし、やはりね、僕何回も言ってますけども、ハムストリングスっていうのはほんまに再発しやすいし、で、ましてやショートっていうところでめちゃくちゃこう、なんて言うんだろう、体に負担がかかるところで、ましてやその、復帰してからおそらく全試合全スタメンなんですよ。っていうところで、そういう休む期間とかを作った方がいいというふうに僕、言ってたと思うんですけど、それをね、まあ無視してじゃないですけども、まあ、ハヤトだからいけるわ、みたいな感じで、多分使ってると思うんですよ。もうハヤトがいないと、みたいな感じでね。で、そういうところでね、疲労が来たと思いますし、まあ試合の終盤になってね、ダイソーをなかなか出さなかったりとかいう場面もありましたから、そういうところで疲労が来たりとかね、うん、おそらく肉離れちょっと再発したか、こう、ちょっとこう違和感みたいなところがあると思うので、非常にね、厳しいなというふうに、マイナスだなという、ネガティブな情報なんですけども、非常にこう残念だなというふうに思います。で、梶谷選手なんかもね、まあツイッターなんかを見ると、まあコンディションが悪いというか、なかなかね、良くないみたいな、情報もありますし、まあ、そうですね、中田翔選手も、まあ、もう今、背中の、痛みとかはなくなってると思うんですけども、中田翔選手もありましたし、丸さんも、まだ今ファームにいますし、まだ大勢も帰ってきてないというところで、やはりね、そんな感じでね、やはり、大体主力っていうのがこう、高齢化とか、してますんでね、ある程度、早めに切り上げたりとか、途中から出したりとか、そういう併用の仕方というかね、っていうのは非常に大切だと思いますし、やはりね、その、主力の選手がね、阪神のように20代の後半が多いとか、30代、30ぐらいが多いとか、そういうわけではないのでね、そういう、その都市には、都市にあったね、そういう戦術というかね、マネジメント方法みたいなのもやっていくべきだというふうに思いますし、やはりそういう高齢化の選手がね、主力、今のジャイアンツの主力が一気にね、坂本いない、梶谷いない、丸いない、大勢いない、中田翔いないってなってくるとね、一気にもう成り立たなくなってきますんで、そこはね、今日、大城さんがバットで叩かれたやつもありましたし、そういうところでね、やはり後半戦っていうのは体力的にもきつくなってきますし、そういうアクシデントみたいなのも、やっぱ起こりうりますから、そこをね、どううまくマネジメントしていくか、リスクを回避しながら、若手も育てながらっていうところは、今、ジャイアンツのこの転換期というかね、非常にこの、なんて言うんだろう、世代が変わり目に今いると思いますんでね、そこはね、原監督はそこは、ある程度うまくやってほしいなと、経験もあるでしょうし、そこはうまくやってほしいなというふうに思います。はい、そんな感じでね、元ジャイアンツの選手だった僕、小山翔平が、ジャイアンツ情報を中心に、本当に毎日ね、毎日は動画を YouTube にアップロード、してますんでね、こいつ忖度なく言うなとか、こいつ頑張ってんな、意外とおもろいなとか思ってくださる方いらっしゃいましたらね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、そんな感じでね、僕のチャンネルではですね、チャンネル登録、そうや、1万人、今年中に1万人登録者数目指しますんでね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いしますね。はい、チャンネル登録、チャンネル登録した、上でね、通知のオンで、僕一番これ楽しみにしてるんですけども、コメント、よろしくお願いします。いろんな意見あると思いますし、僕が正解でもないですし、ここまで見てくださってる方っていうのは非常にね、熱いファンの方だと思うので、ぜひコメントお願いします。その上でね、高評価、この4つね、やっていただけると、すごくね、僕が YouTube に、動画をアップロードする力の源になりますんでね、ぜひよろしくお願いします。特に僕はコメントをね、いつも見させていただいてて、非常にね、なんかこう嬉しく思いますし、全部に返信してますし、全部にね、いいねであったりとかつけてますんで、ぜひね、コメントをね、これ一番僕楽しみにしてるので、コメントよろしくお願いいたします。はい、そんな感じでね、まあ、そのコメントの中でね、企画の案を練ったりとか、なんだろう、新たな視点を手に入れたというかね、こう参考にさせてもらったりすることってね、本当にめちゃくちゃ多いので、ぜひね、皆さんコメント、どんなコメントでもいいので、ぜひコメントよろしくお願いします。はい、そんな感じでね、今日も夜遅いですので、こんな感じで終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。いつも最後まで見ていただきありがとうございました。そんな感じで今日も終わってきます。じゃあ、バイバーイ。